はい、こんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということでですね、今回もですね、シベリア春尾先生においでいただきました。ということで、シベリア先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回もですね、先生の珠玉の名言が飛び出しまして、はい、それはそれは名言のオンパレードでございました。まあ、前回見てない方はですね、ぜひ前回を見てからこの第2話見ていただきたいと思いますけども、はい、前回は自分の師匠というところで、師匠に出会うことができたのであれば、その後のね、人生を大きく変えることができるということで、うん、本当に師匠、メンターと言われる人たちを本当に探してる人多いけども、なかなか巡り合えないという中で、生徒の中で準備というものがね、整った時に先生が現れるというお話で終わったんですけれども、はい、その準備というのは先生どのようにしていけばいいですかね。これは難しいと思いますね。じゃあ何からしていけばいいのっていう人結構多いと思うんです。多いですね。何からしていけばいいか分かんないですよね。これまた運っていうものと関係していくんですけど、やっぱり運がいい人の特徴っていうのは、自分がどういう人間かをみんな熟知している人です。自分がどういう人間か熟知している、はい、自分の長所とか短所とか欠点とか、はい、できるところとか苦手なところ全部含めて、自分のことをよく知ってる人が大体運がいいですね。先生がその師匠と出会った時っていうのは、先生はどのような準備が整ってたんでしょうか。いや、ところが僕は自分のことをよく分かってなかったと思いますね。だからそのケースでいくと、準備が整っていたとは思えないんですよ。だから強制的に出会わされた感じがしますね、僕の場合は。こういうケースってあるんですよ。だから準備がないけど、なんか強制的に出会わされる場合、はい、それっておそらくよっぽど後ろの守護霊の力が強くて、また徳が高くて、まあ、頭パンパン叩いても気づかないから、強制的に引き合わせるような状態が起きるんじゃないかなって思いますね。ああ、じゃあもう守護霊がもう先生いつも、うん、こっちの道だと、お前そっち行くな、こっちなんだと言っても先生は一向に言うこと聞いてくれない。そう、言うこと聞いてくれないがゆえに、もう仕方ない、もう彼を投入するしかないと、うん、なんかそんな感じです。そしてその方が豆乳飲みながらやってきたんですね、うん、豆乳は飲んでないんですよ。あの方結構ソイミルク飲んでます。いや、あの方って知らないはず。知らないですか。そうだったんですね。そしてその方が現れて、まあ、先生がその師匠みたいになりたいというふうに思われで、はい、そこから今度はやっぱり自分とその人の違いを見つめるので、必然的に自分を見つめるようになるんですよ。そこで初めてこの師匠ともう尊敬する方に出会って、はい、その方と自分というのはもうあまりにもギャップがありすぎますよ。もう天と地ですよ。言ってみれば雲の上の存在のような、まあ、先生から言ってみて もう神のような存在ですか。そうです。それと自分との差っていうのは差がありすぎますよね、はい、ありすぎた時に先生はまずどこからこう縮めていこうとするんですか。いや、もう無理って思いました。いや、でも無理、もう諦めたら先生試合終了です。終了です、はい、だから本当に当時の私は何にも考えずに育ってきて、もう本当にバカだったんですよ、はい、だから教えてって言ったんです。師匠に教えてって、はい、言ったことはとりあえずするから全部教えてくださいと。その時は覚えてらっしゃいますか、どのように言ったっていうのは。あ、もうその通り言いました。僕は本当にバカで何にもわからない人なので、教えていただければ言われたことは全部します。師匠は先生に何ていうふうに答えてくれるんですか。お前も知ってると思うけどみたいな。何をですか。いや、知らないから聞いてるんですみたいな、はい、じゃあトイレ掃除やってとか。おお、師匠の開口一番のミッションはトイレ掃除ですか。トイレ掃除でしたね。深いですね先生。でもトイレ掃除してって言われても、普通になんかブラシでやっていくと思うんですけど、はい、先生はそのトイレ掃除って言われた時どう思ったんですか。うちのメンターどうやってトイレ掃除してたかなって。真似ないといけないんで。師匠がトイレ掃除をしてるの見たことがないから、真似ようがないってことですか。気づいてなかった。見たのかもしれないけど気づいてない。そんなレベルでした最初は、はい、だから分かりましたとは言ったんですけど、やり方分かんないので、師匠がトイレ掃除をするのを待ってました。師匠もトイレ掃除する現場を見れたんですか。よくやってました。よくやってたんですか、はい、師匠のトイレ掃除めっちゃ見たいんですけど、どうやってたんですか。トイレ掃除やるときトイレ開いてるじゃないですか。閉めないんですね。閉めません閉めません。開けっぱで。開けっぱです。それをこそっと後ろから見る。こそ堂々と見てました。あ、堂々とですか。何やってんだ君はとかない。ないです。こうやって今学んでんだなっていうのが多分分かったの。あ、師匠どうやってたんですか。こんな小さなハンカチを手の中に入れてキュ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 ってやるんです。師匠はハンカチでキュッキュ磨くんですか。はい。便座を何分ぐらいかけるんですか。何分とかじゃないです。ある程度の時間見たら、やりたいんだろ変わろう。やりたいんだろ変わろう。で先生変わるわけですね、はい、変わって同じように。はい。それはすごいなんか丁寧な感じなんですか。自分なりに丁寧ですけど、まあ、ちょっと5ミリぐらいずらしたら早いとか言われて、はい、5ミリずらしたら早い。そこ一体何秒ぐらいやったんですか。2、3分は最低。1箇所2、3分、はい、2、3分やって5ミリ動かしたら早い。じゃあ一体何分同じとこやればいいんですか。それが分かんないんです。だからもう一回師匠がやってるのをまた見て、どれぐらいやってるのかなみたいな。 100% 完全コピーなので。完コピーしたかったんですね、はい、師匠は一体何分やってるんですか。4、5分やってます。4、5分やったら何ミリ動くんですか。でも先生その時やっぱ定規とかで測るんですか。いや無理です。それ感覚で見つかるらダメです。一体師匠は何ミリ動いてるんですか。5ミリぐらいです。5ミリですか、うん、
5分5ミリ。じゃあそれ全部終わろうと思ったらもう1日じゃないですか。だからもう途中で終わって他のことするんですよ。また時間が空いたらそこに戻ってきて同じ場所の続きからまたやって10分15分やってまた他のことやって、もうずーっと空いた5分10分あったらずっとトイレを掃除してるんですよ。でも先生それ全部終わるのに3年ぐらいかかりますよ。そんなにかかりません。でもそこだけやってたら他のとこめっちゃどん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 汚れてきますよ。それをできる限り1日かけて1面終わらせていくんです。先生そんな生活してたんですか。ずっといましたからね。すごいですね。そこでトイレ掃除から何を学んだんですか。トイレ掃除から学んだっていうよりも僕がそのメンター師匠から教わったことは、とにかく目の前にやるべきことがあった場合に余計なことを考えない、雑念を入れない、そのことに全集中で打ち込むっていうことを教わったんですよ。もっと分かりやすく言うと目の前にあることから逃げずにそこに全力で取り組んでいくってことなんですよ。逃げずに目の前のことに取り組んでいく。ほとんどの人がですね、運上げたいんですとか、はい、成功したいんですとか、はい、億万長者になりたいんですけど何やったらいいですかってみんな聞いてくるんですよ。でも実はみんなやることない人誰もいなくて、目の前にやるべきこといっぱいあるんですよ、宿題も課題も含めて。でも全部そこに目を伏せて何やったらいいですかって言うから運がないと思うんですよ。まず目の前にやることを全力でやってみたらっていう。もう先生本当にバイカル湖より深いですね今のセリフは。カスピカより深いと思います。深いですね。でそれをやり続けていくと、もしかしたら自分はこの事柄を通して多くの人に役立つかもしれないとか、このことで人を喜ばせることができるかもしれないっていう、なんか光が見えかかるんですよ。この光がはっきり見えてくると自分軸が生まれるんです。だからほとんどの人ってね、軸がないんですよ。軸がないから軸を探そうとするんですよ。でも人の軸に触れていくとどんどん皆さん軸がぶれるんですよ。で自分見失ってるっていう。もうとにかくじゃあ運気を上げていくために何か新しいことをしていくわけではなく、今やってることに全力で集中してそこにフォーカスしていくっていうことなんですね。そうです。そしたら軸ができます。軸ができるとだんだんそれが信念に変わるんですよ。絶対これを生涯かけて成就しようみたいな。人はそれを使命感とも呼ぶでしょうね。そうなった人は強いですね。運がいいです。じゃあ先生まずはそのトイレ掃除でそういうことを学ぶわけですね。僕の場合はそれをずっとやってて、まあ、いわゆる全集中じゃないですか、はい、頭の中本当にどん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 空っぽになっていくんですよ。何にも考えなくなるんですよ。そしたらいろんなアイデアとかメッセージが降りてくるようになったんですよ。トイレ掃除の最中ですけど、今日一日こういうことやった方がいいとか、ここに行った方がいいとかで、この人と会って話をした方がいいとか、今までそういったメッセージが言ってみればこう宇宙とのパイプが滞っていたような感じでしょうかね。そうですね。それがこうトイレを磨いていくことによって、まあ、トイレを全集中ってねおっしゃってましたけども、煉獄よりも集中したわけですよね。そこにやっぱり一の方から始めていきました。ああ、先生ね本当にあの鬼滅見てないのによく解説トークスキルの高さを今垣間見ましたね。そうですか、はい、鬼滅見てないのに一の方とかどうやって出てくるんですか見てないのに煉獄って言っただけで何で分かるんですか、はい、スキルが高いってことなんですけどもね、はい、まあそうやって集中していくことによって先生の中で軸ができて、その軸ができることによってたくさんのメッセージが降りてくるようになったって。そうですね。でそのメッセージ通りに先生は行動していくわけですよね。そうです、そうです。言ってみれば先生この人に会った方がいいよとか、これやった方がいいよっていう、そのメッセージっていうのは一体どこから来るもんなんですか。それは宇宙から来るのか守護霊から来るのか。きっと宇宙でしょうね。宇宙から来てる、うん、そしてその発信元の宇宙というのは一体何者なんですか。神の意思でしょうね。深いですね。これが神の意思だと思います。要するにお前はそっちに行った方がいいよっていうメッセージです。そのメッセージを送ってきてるのはジョディ・フォスターではないですか。それはねコンタクトって映画なんですよまあ非常に深い映画なんで見た方が深いですよね。非常に深い。完全に僕今ボケ通りましたメッセージ全然違いました。コンタクトでしたねカットまあそうやって先生本当軸ができてメッセージが来て動いていたら本当にいろんなところに運ばれていくわけですよ。そうですね。それが瞑想だってことを知るんです。その状態を瞑想だってことに知るんですよ。だからよく皆さん瞑想すると宇宙とコンタクト取れたとかメッセージが降りてきたって言うけど、瞑想って言うとなんか禅を組んでとか道場でとかヒーリングの音楽聞いてとか形から入ると今多いんですけど、はい、僕はトイレでそれをやってるんですよ。先生ねもう深すぎますね。じゃあもうそれ完全にトイレ瞑想ですよね。そうです、まあ、トイレ瞑想ですね。トイレ瞑想ですね。トイレに入るともうすぐにゼロになる状態になってしまったんですよ。あ、もうそれをずっとやり続けていくと、うん、もうトイレに入ると勝手に瞑想モードに入っていく。そうなんです、そうなんです。それ迷って走ってるわけじゃないですよねどういうことですか。
ということで、まあ、トイレに入って、じゃあこれ見てる方も何かメッセージをもらいたいと思ったのであれば、トイレに向かって、先生はね、そのハンカチと言ってましたけども、それは別にハンカチじゃなくて、ね、いいと思いますよ。激落ちくんとかでもいいんですかね。そこ落ちますよね、それね、はい、まあ、なんか僕はそのトイレ掃除大事ですけど、はい、僕はトイレ掃除よりも日々のこの日常の中で、ほとんど日常じゃないですか僕たち、この日常の中でどれだけの非日常の時間を作れるかなんですよ。今のは深いですね先生。日常の中から非日常を見出していく、うん、はい、例えば皆さん旅行が好きだと思うんですけど、なんで旅行が好きかっていうと、毎日続いていく日常にやっぱり心も体も疲れてくるわけですよね。そうそう、旅行に行くと普通の日常では絶対ありえないじゃないですか、まあ、見たことない光景、行ったことない場所、はい、その場所で出会う人、あげぜんせいぜん、美味しい食べ物、完全な非日常なんですよ。この非日常が1泊2泊3泊であろうと、旅行行って帰る時にはみんなどう思ってるかというと、明日から現実が待ってるけども、いっぱい楽しませてもらった、またこういう非日常を味わいたいので、さあ明日から頑張ろうかねって言って帰りませんか。その通りですね。わずかな非日常を与えられただけで日常がものすごく活性化するんですよ。ってことは日々の日常の中で非日常を作ると日常がより活性化するってことなんですよ。その行いが僕は瞑想だと思ってるんですね。深いですね先生。じゃあその瞑想を自分の中で作り出していくのに、トイレ掃除が先生の中では最も、僕の場合はそうだったということですね。じゃあそれを実際に今これ見てらっしゃる方もやってみたらいいですよね、はい、先生のように5ミリを5分間ってことはもう1ミリ1分ですね。だいたいそんな感じです。1ミリ1分の間隔で。でも先生これやってたらなんか無になりそうですね。いや本当になるんですって。やってほしい。もう先生だって年末の大掃除の時はトイレに何時間もこもってるっておっしゃってた、ね、そう家族が迷惑するぐらい、家族が用を足せないぐらい、そう早く開けろっつって、うん、それでもう皆さん出てっちゃったっていうね話も聞いてますけれども、やっぱりそうやって何かにこう没頭していくことっていうのは瞑想につながってくるってことですね。だと思います。ということで先生今日もですね本当に神回でございました。シベリア先生ありがとうございます。ということで、はい、またお会いいたしましょう。アディオス。いいよ、さよなら。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ楽しい。